今回はですね、スナッフ,フルスのケーキ購入してみました3種類購入したんですけれどもまず1つ目がですね、栗を使ったケーキでこのようにクリームたっぷりのクリームと、えー、チョコレートの層になったこのスポンジケーキがありましてで、そのスポンジケーキとの段差のところのクリームの間にもスライスされた 栗がしっかりとたっぷりあるというタイプのケーキになっていますでチョコレートスポンジのような感じになっているので結構濃厚な風味とあと栗のですねこのしっかりとした風味と味濃い味があるので結構味付けは甘さともにですねしっかりとしたタイプの味と風味になると思います 栗の風味がしっかりと効いたタイプのケーキが好きな方にはすごくおすすめです結構栗の風味がしっかりあるので今回ですねこの栗の風味がしっかりあって美味しかったですちなみにこの栗のケーキなんですけれども新発売というふうに確か書いてあったのでまだ食べたことない方はチェックしてみてはいかがでしょうかそして次にですねこちらのケーキですけれどもピスタチオとあとはクランチ それと、いちごのピューレ、ジャムみたいなですね、そういうのがこうサンドされたようなケーキになっています。確かこれも新発売のケーキになっていたと思います。今回食べた3つのケーキの中で、個人的にはですね、このケーキが一番気に入りました。まず、上の方のですね、このクランチのサクサク感、これがすごくいいのと、あとはピスタチオの風味があるというところですね。 でピスタチオの風味もまあほどほどにあるんですけれどもいちごのですね美味しさこの甘酸っぱい感じの美味しさが結構しっかりあるのではいこれがすごく良かったなと思います多分ですね、うん、ピスタチオのこの濃厚な香りと爽やかないちごのですねこの風味と味 これがちょうどよくマッチしてであとは食感のクランチがあるという感じがこれがすごく良かったんじゃないのかなと思いますこれおすすめですのでぜひ食べてみてくださいそしてもう一つ最後ですねこちらミルフィーユのケーキで、えー、とバナナとイチゴとキュウイがこうクレープと生クリームのサンドになっているような ケーキでこれがですね柔らかくてクレープのもっちり感もあってでさらにフルーツ3種類入っていてで爽やかな風味もあるという感じでこれはですねもう定番の感じですごく美味しいので前から気に入っているケーキの一つですまあキウイフルーツがですねちょっとあのー、やっぱり苦みとかありますので好き嫌い分かれるかもしれませんけれどもこのケーキですね美味しいので ぜひ食べてみてください。